昨日は虎ノ門ニュースに出演させていただきました。まあ、多くの方にご視聴いただきましたし、現地までね、あの寒い中来てくれた人もいたわけですよ。本当にどうもありがとうございました。そして話題の百田直樹さんの、日本国旗、これいただきました。サイン入りです。これまた増刷が決定して、もう発行部数でいうと50万部になるそうですね。ぜひチェックしてみてください。告知が続きますが、21日群馬に行きます。さらに今日は水曜日ということで、夜8時半から生放送やりますんでね、YouTube、ニコニコ、フレッシュ等でご覧いただければと思います。リンクは動画説明欄からどうぞ。さあ、今日の本題、フランスが大変なことになっていますよね。黄色いベストを着た人々が抗議活動、まあ、デモ活動を展開しています。現代でいうところの黄金の乱みたいなものかな。燃料税の引き上げに抗議するということで始まり、まあ広がっていったのまではいいんですけども、まあ一部暴力的で、略奪を行ったりとか、車を燃やしたりとか、そういうことになっています。死者も出ていますし、負傷者、拘束者多数。これが現代のフランスで起きていることですからね。まあ、これを受けてマクロン大統領は折れてしまい、懐柔策を提示しました。テレビ演説でマクロン氏は暴力行為を非難する一方で、抗議者の怒りは深く多くの点で正当だとも認めた。最低賃金は1ヶ月あたり100ユーロ増額されるという。また予定されていた増税も、定額の年金で暮らす退職者について一部撤回するほか、残業代が非課税になる。また大統領は雇用主に年末賞与を非課税で提供するよう呼びかけた。しかしマクロン氏は富裕層への増税復活については否定し、それは我々を弱体化させる、雇用創出が必要だと説明した。このニュースを受けてツイッターなんか見ると、まあ、主に左翼界隈が狂気乱舞していますね。要はそのデモ活動効果あるじゃないかと。だがちょっと待ってほしい。デモ活動で国の政策が安易に変わってしまうってさ、本来は野蛮なものだと思うんですよ。もちろんデモ活動の全てを否定するわけではありませんが、今回一部非常に暴力的でしたし、言い換えると暴力に屈したとも言えます。まあマクロン大統領が提示した懐柔策もまだ足りないという見方もありますけどね。今回のフランスの件を見ていて、韓国と似てるなと僕は思ってしまったんですよね。長期的に賃金を上げていくっていうのは大賛成です。これはもう日本もやるべきですよ。ただ急激にやると企業がついてこれません。フランスにしても韓国にしても就職事情としては良くないようです。まあ、そんな中でムンジェイン大統領は最低賃金を急激に上げるっていうことを、まあ、公約にしていたんですけど、賃金だけ急に上げると企業としては新規の雇用控えようかなってなりますよね。実際韓国では悪い方向に行っていて、その若い世代の雇用というか、その就職先がないから非常に困っていると。韓国はろうそくデモやって、フランスは黄色いベスト運動。せっかく韓国が身を切った社会実験で、まあ、この悪い例というか、やってはいけないよっていうことを提示してくれるのに、フランスもそこに乗っかってしまうのか。これはね、いけませんね。僕の初期の動画ってずっとこういう、なんていうか、半々で分かれるみたいなね、アングルで撮ってましたけど、懐かしい感じですね。さあ、ということで今日は夜8時半から生放送やります。今日も話題盛りだくさんなので、ぜひご覧ください。あとチャンネル登録もお願いします。